本日は、お越しながら全日本プロレス記者会見にお越しいただきまして誠にありがとうございます。それではまずはじめに、9月の25日群馬県山田グリーンドーム前橋大会で行われます、ガオラ TV チャンピオンシップ、チャレンジャー井上雅雄対チャンピオン中島洋平の記者会見をまず始めさせていただきます。中島選手のこちら初防衛戦となっております。それではまずはチャレンジャー井上雅雄選手より意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。はい、意気込みのコメント、そうですね、前にも言った感じですね、とりあえずこの年になって、ね、先短いプロレス人生でやっぱり生き残っていくためにはね、何かやっぱりないときついのでね、その何かをまず、ね、やっぱり持って、そこからちょっとね業界でちょっと生き延びていきたいので、はい、中島君には恨みはないですけどね、すいませんけどベルトはもらいます。ありがとうございました。それでは、チャンピオン中島洋平選手、意気込みのコメントをお願いします。はい、今回19日の後楽園ホールで無事アモレをビリー選手から奪い返すことができまして、その直後に、井上雅雄選手から挑戦表明を受けたということなんですけども、その前の横浜でも試合後にアピールされてまして、その時はちょっと気が早いだろうと思ったんですけども、まあ、とりあえず僕は目の前のビリー・ケンキッド戦に集中したかったということで反応はしてませんでしたけど、やっぱり頭の中にはよぎるものはありました。で、試合後、本当に僕が20年近くプロレスを見てきた中でファン時代にほとんど井上雅雄さんの声を聞いたことがなかったぐらいマイクアピールをしてこなかった井上さんが、わざわざしかも試合がない日に後楽園ホールまで足を運んでいただいてマイクアピールをして挑戦表明をしていただいたっていうのはすごく僕の中で心に響いたところがあったので、もうすぐさま答えを出してあとは日にちだけっていう状態にだったんですけども、25日初めて群馬で防衛戦できるということですごく楽しみにしてます。今までの挑戦者の中では、一番、まあ、こう言ったら失礼ですけど真男感があるのでちょっとアモーレにスッと入られないように、まあ、ご覧の通りこの赤が似合うっていうことも今日ちょっとアピールされてるのかなと思いますので、これしかないんでこれしかないってことないですよね。これしかないってことないですよね。はい。なのでちょっとそこはしっかりと気をつけて防衛戦に臨みたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは、質疑応答に移りたいと思います。質問ある方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。井上さん、あのかなりお二人距離がかなり近いんですけど、やっぱりベルトに近づきたいって気持ちから。いいです。座り慣れてないから場所が分かんないだけ。いや、そんなことないじゃないですか。座り慣れてないって何ですかね。なんかこれしかないとおっしゃってましたけど、やっぱりこれしかないってシャツの色をおっしゃってましたけど、やっぱり意識するもの、そういうとこ質問してくるんですか。意識する気持ちがあって。いやいや、違いますよ。本当これしかないから来てきただけです。これも井上さん一流の照れ隠しであって作戦なのかなと思いますので、もうすでにインサイドワークは始まってるのかなと思ってます。考えすぎで。どうですか、井上さんの挑戦者に迎えて、はい、そういう警戒しなきゃいけない気持ちが強いですか、ベテランとか。そうですね、本当にもうどこが作戦で、どこが、なんていうんですかね、どこまでが作戦か本当に普段からわからないので、その辺の奥深さっていうのは、井上さん独特というか、他の選手に持ってないものだと思うので、はい。井上さんの以前にこのベルトが9位だった時にその王座決定トーナメントに出場されてますけど、その時からこのベルトに対する意識ってありましたか。まあなくはないですけど、そんな昔の話は。なんでそんな半笑いなんですか。負けたことを忘れるとしてから。
まず今回その生き残るためにこのベルトが欲しいっていうことでしたけど、うん、そこで視界に入ってきたのがこのガオラベルトっていうのは理由があるんでしょうか。まあね、僕言ってもらったことリアルだからね、マジだから、本当に本当のことだからね、まあ、これちょっとプライベートのことだけど、本当にもう本当やばいからね、やっぱりそこはね、ネタでも何でもないから、そこは本当自分で切羽詰まってるからね、まあ、まあ、でこんな言い方したらあれですけどね、まずやっぱりね、これからだんだんね、やっぱり一つ取って二つ取ってそうしていかないとね、やっぱりこの年になって業界も残っていくのも大変ですからね、本当に。入社からその切羽詰まってるっていう、はい、ことが出てきたんですけど、そういう意味で考えると、はい、アモーレはその切羽詰まった、はい、出しにはさせないですね、はい、25日、前橋で井上さんが勝ってリング上でステンノギクの歌歌われても困るので、しっかりそこは防衛しないとなと。歌うわけないな、口パクだよ、ちょっと口パクだよ、歌うわけない、はい、口パクでもなんだろうと、ちょっと会場でかけさせられないので、もうそれは会場でじゃなくてみんな、携帯でダウンロードして聞いてくださいと、そういうことです。井上選手はあの全日本でまだ個人のシングルのタイトルないと思うんですけれども、うん、こう生まれ育ったと思うので、うん、そういう部分で思い入れっていうか、今回は、まあまあそうですね、せっかくいただいたチャンスなんでね、ここはやっぱりバシッと決めないと、ね、無駄に25年やってたわけではないんで、25年のキャリアの中でこう全日本の道場っていうのも長くいた場所だと思うんですけれども、そうですね、今こうやって会見をここでやってるってことを見たりして、懐かしいですね、合宿場、はい、できてね、ここができて最初に僕入りましたからね、僕ら、はい、田島さんはあの、はい、初防衛戦にことごとく失敗しているという中で、はい、実はガオラベルトからは愛されてないんじゃないかという不安とかは、いやまあでも愛されてなかったらこう戻ってこないと思いますんで、はい、そこは信じているという、はい、はい、今また一緒にいるっていうことが全てだと思います。去年の8月に取って以来3回はい、離れ離れになってきて、はい、見る側からするとまた初防戦が落とすんじゃないかっていう、まあまあまあ、まあ、3回離れてでも4回くっついてますからね、もともとストーカー気質なところがあるので、ストーカーと呼ばれても追いかけて戻ってきたら僕の勝ちです、そう思ってます。まあただ今回離れることはないので、しっかり初防衛ビシッと決めて、また一緒にどっかデートでも出かけようかなと思っております。すいません、いやデートってちょっとね、まあまあいいや中島さん、こうやってガオラのベルトを恋人のように大切に扱っていることについてはどう思いますか。狙っているベルトですか。まあまあそこはね、考え方個人個人だから、もちろんそこはね、ベルト愛するっていいことだと思います、うん、ね、そこはやっぱり一緒にいるのも離れるのも自分の実力次第ですからね、そこはやっぱりね、まあ、チャンピオンですからね、何言っても大丈夫でしょう。